マスコミ。流行っている辛ラーメンの美味しい食べ方はこれ。二丼引きの声。内容はこちら。マスコミが韓国の辛ラーメンの美味しい食べ方を享受しているようです。では、内容を見てみましょう。水月。こういうのって話題になっているではなくて、メディアが話題にしたい、流行させたいだけなのもうバレバレなんだよな。これは結構前の放送のやつらしいが、全然流行ってなくて草。さすがに日本で鍋豚ラーメンを流行らそうとするのは無理あるやろ笑い。ピロン。テレビで辛ラーメンの美味しい食べ方を紹介されても。1、食べ方が汚い。2、辛ラーメンは辛いだけ。日本人の味覚には合わない。いい加減にテレビ局は韓国のゴリ押しをやめろ。食べ方がただただ汚い。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。お里が知れる食べ方ですね。蓋で食べても美味しそうには見えないし、そもそも辛ラーメンだし、美味しくなるとは思えないし、他者がこんな食べ方してたら気持ち悪くてドン引き。また韓国ゴリ押し。そのうち例の犬食いも美化し始めるな。汚ねえし流行ってもいねえよ。そもそもどこで流行ってんだよ。辛ラーメン自体流行ってねえ。マスコミによる相変わらずの過剰な韓国ゴリ押し。ここまで来るともう異常ですよ。次はこちら。これはありえないわ。マナーどうと改善の問題で普通に下品すぎるし、何より皿用意すればいいだけやろ。洗脳できる人、できない人をこういうので判断してそうわら。こんな面倒くさい食べ方わざわざする人いるわら。バカにしすぎわら。うちの子、K-POP 好きのせいか、これやってみたいって写真と同じ鍋を買ってインスタントラーメン作ってましたが、一回きりでした。こんなので美味しくなるなら、皿使えばよくね。普通の袋麺はそんなことしなくても美味しい。こんなの流行らないでしょ。こんな食べ方、誰も真似しませんよ。次はこちら。美味しさマイナスな辛ラーメンがさらに10倍されるとか、罰ゲームかな、わら。売れ残ってる商品で話題の食べ方？妙だな。新しい日本人を作りたい増やしたい人の仕業かな。おいみんな、何マジになってんだよ。ネタだ、ネタ。笑いのネタだよ。ネタい、だよな。ネタであってほしいですね。最後はこちら。韓国の食事マナーって日本人が生理的に受け付けないようなもの多いんだよ。テーブルに肘をついたり、立て膝をしたり、食べ物をぐちゃぐちゃにかき混ぜたり。今度は鍋蓋を食器に。ほんと無理。ちょっと前に話題になった DJ ソダのすき焼きの食べ方もやばかったな。基本的に品がないから、何させても汚いし見苦しい。マスゴミ、お前らもだ。変なもんご利用しするのやめてほしい。業界に挑戦人が多すぎる。おそらく業界の同胞による企画でしょうね。しかし、韓国ゴリ押しが加速度を増してる感がありますね。結論。昨今の日本、企業やメディアによる韓国ゴリ押しがさらに加速度を増しているように感じます。テレビをつけたら韓国ゴリ押し、ラジオをつけたら韓国ゴリ押し、企業 CM も韓国ゴリ押し、スーパーやコンビニに行けば韓国ゴリ押し、週刊プレイボーイの表紙がなぜか DJ ソダ。一体この動きって何なのでしょうね。日本を韓国化したいという何かしらの力が働いているのでしょうか。違和感しか感じませんよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。